勝利おめでとうございます。率直にお気持ちをお聞かせください。まあ、昨日の準決勝でプリンスの初戦で負けた東京アスカに、まあ、本当に悔しい、まあ、自分たちの持ち味っていうのを全く出せないまま負けて、まあ、本当に悔しい思いをしたので、まあ、今日は、まあ、対戦相手が県北の福島東さんで、本当に練習試合2回やって1回も勝ててなかった相手なので素直に嬉しいです。はい、今後に向けてどのようなことを意識していこうと考えていますか。まあ、本当に昨日の試合では、まあ、練習でできていなかったことや、まあ、本当に自分たちの弱みっていうのがたくさん出てしまったので、練習の部分から、まあ、本当にもっと球際だったり走ることを、まあ、チームとしてやっていきたいと思っています。